飛鳥先生並びに円盤屋の皆様こんばんは。早速なんですが、謎の4世紀を紐解く歴史書、もしくは皇室から本当の歴史を公開することは今後あるのでしょうか。いや、だからその役目がラストエンペラーの役目なんですよ、最後の天皇陛下というのはそれを全部公開することなんです。公開しますか、全部。はい、でもうどこにあるかも分かってますからね。あとはその鍵を開けるのはラストエンペラーの仕事です。月面で発見された女性のエイリアンのミイラは、飛鳥先生のエイリアン情報と同じく少し吊り上がった目をしたモンゴロイドでありましたが、このミイラが残された目的は何だったと思われますか。日本のかぐや姫の物語と関係はあるのでしょうか。これね、よく冗談で言うんだけどね、かぐや姫っていうのはかぐやさんの娘だっていうことで、昔の家具は大工が作ったんですよ、今もそうですよ。かぐや姫っていうのはだから要は家具を作った大工ということで、あれだからイエス・キリストなんですよ。で、ただね、ただ月には謎がいっぱいあってね、実際まあいろんな情報があって、じゃ月の表面で化石が見つかってるんですよ。2012年、南極でピラミッドが発見されたというニュースがあったと思います、もしこのニュースが事実であったとすれば、ヒトラーが信じていたと言われているアトランティス大陸イコール南極説を裏付ける証拠となるのでしょうか。その後現在までこの南極のピラミッドについての情報はありますか。あったら合わせて教えてください、実は大陸放散って言って、で昔大陸が一つだったんだけど、それがこう分かれていくんだけどね、南極大陸の隣にあったのはオーストラリアなんですよ。でね、でオーストラリアに謎の民族がいるの、これアボリジニーって言うんだけどね、彼らがどこから来たか分からない、あら実は。あら、で僕は前から主張してるのは、彼らはもともと南極大陸という温暖な地にいて文明を築いてた人たちだったの。彼らがピラミッドを作っていなかったっていうのは誰も証明できない。ただ大事なのは、なぜ あそこが滅びたか、氷によって、ロシアのナラダ川でアカデミズムが30万年前とする地層から機械のスプリングなどが見つかるなど、世界中で高度な文明が存在した証拠が見つかっていますが、先生の著書にあるノアの大洪水前の飛鳥文明というのはどの程度まで発展していたとお考えですか。歴代預言者の飛行機アメの岩船についてもぜひお願いいたします。その当時のものはほとんども大洪水でもう破壊されましたから、旧世界って言わせてもらうと、そこの残存物はエノクが作った三大ピラミッドしかなかった、当時の文明、竹内文字も書いてあること、飛翔体っていうか飛ぶ機械も作られてます。なんでわかるかっていうと、イカという場所があるんですね、南米にね、そのイカという砂漠のところから妙なものが出てくるのね。この石に刻んで絵が描いたの、線刻画っていうんだけどね、刻んで、そこには飛行体に乗って恐竜を飼ってるんですよ、漁してるんです、で後ろからロープで降りてるんだよ、飛行機の後ろから、そのボルトまで売ってあるの。だからノアの時代に飛行機はあったってことなんですよ。早速質問させていただきます。自分が旧約聖書出エジプト記を読んで疑問に思ったことなんですが、三種の神器の一つアロンの杖と同格であろうモーセの杖、モーセの杖の存在とその行方についてです、アロンの杖と同じように蛇になることもでき、同じように数々の奇跡を起こした可能性が高いモーセの杖は、物のべしによって大陸から持ち込まれ、この日本にあるのでしょうか。
ね、まあアロンはモーセのお兄ちゃんなんですね。モーセの杖にはモーセの杖の役割があって、はい、まあ三種の神器はもちろんアロンだけど、もしモーセの杖を持つとしたら